Peggy 12. を運命づけられた二柱の神、その調和と混沌の力は決して混ざり合うことなく、世界は果てしなく続く闘争のための舞台となり、安定と崩壊の狭間を漂い続けていた。混沌の神カオスと戦うため、私たちは調和の神コスモスから力を与えられた。この力は戦いを経ることで私たちの意志に馴染み、やがてクリスタルに形を変えるのだという。カオスの戦士たちと戦い、クリスタルを得て混沌の神カオスへと挑む。私の胸の内にある光は一度も揺らいだことはない。貴様たちに待ち受けるのはその身の消滅だ。不可能などない。信念を貫く、それだけだ。敗北を犯されてきたコスモスの戦士に戦いの記憶を持つ者はいない。諦めるもんか。僕はもっと強くなるんだ。もろき存在どもよ、わしが希望を打ち砕く。貴様らに人であることの強さというものを見せてやる。クリスタルはコスモスがみんなに託した力だ。みんなを守ることはコスモスの願いを守ることになる。何が真実か、その目で見極めるんだ。よし、燃えてきた。気合入れていくぞ。孤独の果てを知らぬ獅子よ、愛も友情も失うがいい。私を倒して、破壊の力なんてもう使いたくない。あんまりわがまま言うと虫置きしちゃうよ。私たち使い捨ての駒なんかじゃない。一緒に戦ってきた大事な仲間だよ。俺たちの意志を支配などできない。戦いは必ず終わらせる。お前の命を奪うことでさらなる記憶の復活が望めるのかどうか。いいか、もし俺たちが同じ世界で生きてたって別れは絶対に来るんだ。説教を聞く気はないからな。俺の邪魔はしないでくれ。時間の無駄ね。永遠の眠りにつきます。何言ってんだよ。俺たちを騙してたっていうのか。死にたくなかったら戦いなよ。でなければ尻尾を巻いて必死に逃げる姿を見せてくれ。構えろよ、ビビってんじゃねえ。うまく操られやがって。待って、待ってください。ユナちゃん、絶対に思い出してくれる。思い出すまで私が君を守るから。イフリート、ホッバルファイト、アバボイト、全てを焼き尽くす。彼方へ送ります。ぶっ潰すの意味を教えて差し上げますわ。お前は安全なところで俺を信じて待ってろ。私はもう負けられん。ジャッジの誇りにかけて。何と言われようと、私たちは前に進むだけだ。新たな戦いが始まるのはこれから。真の混沌を知るがいい。あえて見つけ。
ヒディア・デュオデシム。久しぶりだな、バッツ。ん？